ホセマリーア・アスナール・ロッペスは、スペインの政治家、国民党所属、1996年から2004年までスペインの首相を務めた。なお、前マドリード市長であるアナ・ボテイリアは妻、スペインのマドリードで生まれる、マヌエル・アスナール・スビガライの孫である。ホセマリーアは10代の頃、自らを独立したファランヘトーインであると称した。 彼は1975年にマドリード・コンプルテンセ大学を卒業し、1975年に税制検査官に就職した。1977年にはアナマリーア・ボテジャ・セラーノと結婚する。1979年1月、妻が参加していた保守政党の国民同盟に参加する。3月にはラ・リオハ州の当事務局長に就任し、 1980年まで同職を務めた。1981年2月に彼は AP の全国執行委員会に加わる。1982年2月には副事務局長となり、1982年10月26日に彼はアビラ代表国会議員に選出される。1985年6月22日に彼はカスティーリャイレオン州の投資部長に選任された。 社会労働党のフェディーペ・ゴンサーレス政権が不正蓄財などの疑惑で倒れた後、1996年に首相に就任。在職中には、ユーロ導入など、欧州統合の進化、コソボ紛争、アメリカ同時多発テロ、アフガニスタン紛争、イラク戦争などがあった。ユーロ加入に向けて、財政再建に取り組み、黒字化を達成するとと,ともに失業率も低下、民営化。 規制官は移民流入促進といった一連の新自由主義改革は投資を呼び込み EU の優等生と言われるほどの好景気を演出し2000年3月の総選挙では対象するなど任期の多くにおいて経済は好調だった外交面では対米関係を重視イラク戦争の時には非常任理事国として国連安全保障理事会では米国イギリスに同調し 賛成に回った。これはフランス、ドイツが反対に回ったこととは対象をなした。マデーラ諸島でのアメリカ、英国、スペインの3カ国会談でもイラク戦争賛成を強くアピールした。2004年の議会選挙を前に首相職の引退を表明、マリアーノ・ラホイを後継者として選挙を戦った。イラク戦争当時は国内で強い批判を浴びたものの、 事前の世論調査では、経済情勢などからいずれも、与党圧勝を予想していたところ、選挙直前に、イスラーム過激派によるマドリード同時多発テロが起きると、スペイン国民の動揺により改めて焦点が、イラク戦争に向き、対米協調と、イラク中流継続を掲げるアスナール政権、国民党への批判が強まった。また、アスナールが当初バスクソ国と自由による反抗を示唆。 するなどの不手際も国民の不信を招き、結果はイラクからの即時撤退を掲げる社会労働党が勝利した。その後、彼はフォックス放送の創設者であるルパート・マードックの複合メディア企業ニューズ・コーポレーションの取締役となった。2005年12月27日付のイタリアの新聞メッサジェロに北大西洋条約機構を対テロ戦争に活用し、 民主主義国家であり、テロと戦う意思と能力を持つ、イスラエル、オーストラリア、日本に門戸を開くべきだとの考えを表明した。なお、2007年11月10日に、チリの首都サンティアゴでチレで開催された、イベロアメリカ首脳会議の席上で、ベネズエラのウゴ、チャベス大統領が、アスナールをファシストと発言したことに対して、スペイン首相のホセルイス・ロドリゲス・サッパテイロが彼は、 ファシストではないと擁護した際には、アスナールは、サパテーロに大使館者の電話をかけている。首相在任中から、親イスラエル派の政治家としても知られ、2010年には、親イスラエル団体、イスラエル友好イニシアチブを、ジョン・ボルトン元国連大使らと共に設立した。ありがとうございます。